ようやく息子が出て行って清掃しました。家にいるときは、家には一分たりともお金を入れず、もちろん家事はしません。電気や水道は使い放題で、人が使いたいときに洗面所を占領する。食事は食べたり食べなかったりで、息子の分が冷蔵庫に残っているのに、その日作ったカレーなどがあれば、そちらを優先して食べてしまうので、古い食事が一向に片付きません。あまりにも作った人をバカにしていると感じ、出て行けと言えば父親に泣きつき、一緒になって説得してきました。家計にお金を入れることを約束に許しましたが、半年もすればなんやかんやと、理由をつけて渡すのを渋るようになりました。たかだか3万を出し渋る、不出来な息子です。出て行くきっかけは、猫アレルギーが出たことでした。かい、猫の処分はできないので出て行ってもらいました。猫が死んだら帰ってくると言っていましたが、帰ってくるなと言いました。家事もしないし、家にお金も入れたがらない。人の労力だけ増やす存在でした。一応、親の責任として成人するまでは面倒を見たのだから、後のことは自分でどうにかしてほしいものです。夫もそうでしたが、家事も何もしないくせになぜか自分が同居することで親孝行になると思っている説がありました。負担にはなれども、そんな事実はありません。仕事から帰ったら、ひたすらゲームしてテレビを独占するだけの存在など、ただただ邪魔なだけです。これが娘なら、仕事の負担にならない程度で家事をしてくれるし、話し相手にもなってくれるしで大歓迎なのですけども、娘は、とっくに家を出ています。もうお世話はこりごりです。旦那が海外出張で数ヶ月いなかった時、一人暮らしって楽だわと思った。掃除とかサボっても何も言わない人だけど、いるだけで違う。洗濯やら片付けやら自分のペースでできる。知らぬ間に散らかってたりとかないし。掃除したいのに昼寝してたりすると時間ずらしたりしなくちゃだし。害のない旦那でさえそう思うのだから役立たずの息子などいない方がいいですね。猫を増やそう。